本日皆様、こんにちは。ブラマニの学です。おつぶらです。今日もまたまたブラ耳の方をお送りさせていただきたいと思います。今日の話題は、ブライス公式さんの方で毎週金曜日にね、新しいニュースが発表になるのですが、今日もですね、またまた新しいニュースが飛び込んできました。 5月12日に発売予定の新しいネオブライス CWC 限定スプリングホープさんの最終画像が公式さんの方で発表になりましたのでそちらについて語らせていただきたいと思います。 えちょっとですねフランスのパリも天気がすごく良くなってですねえちょっと寒かったり暖かかったりちょっと気候の変化があるんですけど今日はすごく暖かくてですね花粉が舞っているらしくてちょっと僕は花粉症なのでね鼻声でちょっとお聞き苦しいかとは思うんですけどどうか最後までお楽しみください通勤通学のともにご家庭の家事の合間やお仕事の休憩時間に耳だけで聞いていただけるラジオのような動画に仕上がっておりますのでどうかよろしくお願いいたします もしよろしければチャンネル登録何卒どうかよろしくお願いいたします。ということで皆さんねブライス公式さんの方ですねホームページ ブライスドール .com というね、ブライス公式さんのホームページに、今日もまたまたですね、新しい情報ですね、CWC 限定、ネオブライススプリングホープさんの最終画像が発表になりました。こちらのブラ耳の画像も、ブライス公式さんの方からお借りしておりますので、もし興味のある方がございましたら、こちらの動画の概要欄に、ブライス公式さんのホームページのアドレス貼っておきますので、たくさんね、ブライスの情報ですとか、えジュニームーンさんへのリンク、 ですとかね、新しいブライスの商品の情報なんかも載っておりますのでぜひともね見てみてくださいね。ということで5月12日に発売予定の CWC 限定ネオブライススプリングホープさんの最終ね早速見に行ってみたいと思うんですけどまあいつもね、あのー、金曜日に新しい情報がね発表になるのでまあ毎週金曜日ね行かれるのがいいとは思うんですけどこの間の ブライスののでですね販売流通の情報タカラトミーさんから今度新しくグッドスマイルカンパニーさんになるという情報はね金曜日ではなく今週の初めに発表されたのでねそういったイレギュラーなパターンもあるんですけど大体です、ね、ブライス公式さんの新ニュース新しい情報は金曜日に更新されることが多いのでできればね金曜日は欠かさず覗いてみるのがいいかもしれないですね。 ということで、早速ね、5月12日に発売予定のスプリングホープさん。もうイラストは発表になっていたり、ジュンコモングさんですね、ブライスを、ネオブライスを復活させてくださったジュンコママさんのインスタグラムの方には箱入り画像とかがもう並んでいたので、なんとなくこう、漠然としたね、イメージはもう掴んでいたんですけど、今回ブライス公式さんの方が正式にね、 最終画像を発表してくださったということで、僕の第一印象はですね、春らしくて明るくて、すごくこうポジティブな印象を与えてくれるブライスさんだなぁなんて思いましたね。春は花が咲き乱れて、芝の上でうさぎやひよこたちも楽しそうに過ごしているし、未来は希望に溢れているって感じるのよ。 きっと素晴らしい日が来るでしょうというね、ポエムといいますか、バックストーリーがついているんですけど、やっぱりこちらのポエム、バックストーリーを見る感じ、ひよことかウサギからイメージされるのはイースターのお祭りですね。フランスとか世界中ですね、欧州、ヨーロッパでは、先週ね、終わってしまったんですけど、イースターのお祭りにちなんで発売予定だったブライスさんがこちらのスプリングホープさんではないかな、なんて思うんですね。まあ いろいろね、流行り病の影響で中国の工場とかね、製造のラインがこうずれ込んでしまって5月12日の発売になってると思うんですけど、本当はブライス公式さん的には 多分4月か3月の下旬ぐらいにね、発売予定だった子ではないかな、なんて個人的には思ってるんですけどね。トップショップ限定のザンニャさんですね。日焼け肌っこのザンニャさんが4月30日。で、今回のスプリングホープさんが5月12日ということでね、まあ、5月の下旬ぐらいかなと思っていたら、早くもね、5月の12日に発売されるということで、もしかしたらね、6月に何か、 もう発売が控えてるのかなと思いつつも、やっぱり宝トミーさんからね、グッドスマイルカンパニーさんに移行する時期、6月からね、移行されると思うので、まあそれで、もしかしたら発売されないかもしれないんですけど、今のところイラストが出てないということは、まああの、2ヶ月前ぐらいからね、イラストが出て、1ヶ月前に最終が出て、一般販売の流れが、 主だったので今のところ今4月の9日ですのでまあ6月の9日ぐらいまでの発売はないんではないかなと思いますのでねもしかしたら今月イラストが発表になって6月の後半ぐらいにね 中旬から後半に出るこのイラストが発表になる可能性もあるんですけど、今のところイラストがね、ザンニャさんの発売、スプリングホープさんの発売の最終が出ているのに、それ以降のイラストが出てないということは、まあ、ちょっと間が空くのかなと、スプリングホープさん以降ね。もしかしたらやっぱりタカラトミーさんとグッドスマイルカンパニーさんとの移行時期の関係で、もしかしたら、 何かしらね、イレギュラーな感じで、こう、ちょっとずれ込んでるのかなという感じがしましたね。ということで、早速ね、スプリングホープさんのドールの方を詳しく見ていきたいと思うんですけど、ね、あのー、スプリングホープさん、白いブラウスとミントグリーンのスカートがね、すごく特徴的な、 こだなと思うんですけど、それにウサギがね、モチーフということで、大きなつばひろぼうにウサギの耳がついてるということでね、こちらのまあ特徴的なつばひろぼうですね。 あのー、パッと見このタイプの帽子、皆さんちょっと思い出す過去のブライスさんいらっしゃると思うんですね。そちらがですね、2019年に発売されたルミテミトリアさんのあの大きなつばひろの帽子を覚えていらっしゃいますでしょうかね。ルミテミトリアさんすごく大きなつばひろの帽子で、結構肉厚の帽子で、 花にね、しまっとくと、お帽子がですね、他のドールにぶつかってですね、ルミティミトリアさん、場所を二人分ぐらい取るんですよ。なので、ちょっと、スプリングホープさんのお帽子も、ツバヒロのお帽子だったので、場所取るんじゃないかなと心配していたんですけど、パッと見ですね、お写真を見る感じ、あのー、そこまで肉厚な、硬い感じのお帽子ではないんではないかと思うのでね、 あの、どちらかというと、パイルジっぽい感じのお帽子かなって感じなのでね、まだわかんないんですけどね、箱に入っている状態では、折りたたんでいる状態ではないので、もしかしたら、ルミデミトリアさんみたいなね、しっかりした高級感のあふれる帽子の可能性もあるんですけど、もうちょっと柔らかい感じの、こう、顎の下でね、大きなピンクのリボンで結ぶタイプのお帽子だと思うのでね、まあ、 もうちょっと柔らかいのかななんてちょっと想像してるんですけど、箱に入ってる状態を見るとそうでもないのかななんてね、もし柔らかければ折りたたんであると思うので、もしかしたら硬い可能性もあるのでね、ちょっとその辺、この後ろの棚に飾るときに、ちょっとあの、 場所を取るんではないかと心配してるんですけどね。顎の下で大きなピンクのリボンで結んで、そちらのリボンにですね、花がですね、紫の花だったり、黄色の花、ピンクの花がね、こうデコレーションでついていて、帽子のトップには白いウサギの耳がついているんですけど、こちらの耳もね、今まで発売したマイメロディーさんですとか、シナモロール君のね、お帽子とかこうヘッドドレスについていた、 ちょっとこうぬいぐるみっぽい耳を想像してるんですけど今回このうさぎの耳ですねあのー、ファーのちょっとこう毛足の長いぬいぐるみタイプの生地でできたうさぎの耳かもしくはもうちょっとこう違うパイル地っぽいタオル地っぽい感じの生地でできた耳かちょっとお写真ではねこうちょっと確認することができないんですけどもしかしたらパイル地っぽいのかなーなんて思いますね個人的には ね、マイメロディーさんとか、あの、シナモロールくんみたいな、ちょっとぬいぐるみっぽいね、毛足の長い、高級感溢れる耳で来てくれたらいいなと思うんですけど、パイル字だとちょっとね、あのー、時間が経つと薄汚れて高級感がなくなってしまうので、できればぬいぐるみっぽい生地がいいなと、個人的には思ってるんですけどね、ちょっとその辺、実際商品ね、確認してみるまでお写真では、ちょっと確認できないのでね、 置いいいておきたいと思いますねこちらのお帽子の他にですね、カチューシャタイプのグリーンのね、スカートと同じ柄のグリーンの,あのリボンのカチューシャがついているということでね、お帽子とカチューシャを好きな方ね、こうコーディネートできるということで、でね、ヘッドドレスの部分がこう2個ついてるのかなりいいですね。こちらのうさぎのお帽子をつけるとすごいこう甘々な感じで、 こう、飾っといて見栄えがする立派なね、ブライスドールだなと思うんですけど、カチューシャタイプにするとちょっと外にね、連れ出したりお出かけするときに逆に便利なのかなーなんてちょっと思いましたね。で、彼女のボトムですね。こちらのヘッドドレスですね。 カチューシャタイプのリボンのヘッドドレスと同じ柄のミントグリーンのチェックのね、ギャザースカートを履いてるんですけど、こちらのギャザースカートにはピンクのベルトがついてるようですね。ピンクのベルトのバックルの部分にこうしっかり金具がついていて、こう、ちょっとこうミントグリーンにね、差し色な感じでピンクのリボンのベルトに、あと、裾の部分にね、あのギャザーの白い こうレースのようなものがあしらわれていて、クラシックなタイプなんですけどね。すごくあの、ディテールに凝った、あの、ピンタックですとかね。 コットンレースとかがあしらわれたすごく綺麗なスカートではないかななんてね、ギャザースカートではないかななんて思いますね。で、トップスの方はですね、半袖の白いブラウスがね、ついてるということで、こちらの白い半袖のブラウスもですね、襟とか袖とか胸元とか裾の部分にですね、コットンレースがふんだんに使われていて、すごく高級感のある半袖のブラウスでね、胸元に こうピンンクのボタンがついてるんでしょうかねそんな感じのかわいいトップスのブラウスにですねスカートの下にちょっと裾長なドロワースっていうんですかドロワースもついていてこちらのブラウスとドロワースを一緒にこうコーディネートすることができるセットアップに して着こなすこともできるということでね。すごく可愛いですね。いつもの切りっぱなしのショーツではなくて、ちょっと裾長なね。裾にピンタックですとか、コットンレースとかもね、ついていて、ピンクのリボンなんかもついているね。ドロワースがついているということで、すごく可愛いですね。きっと、ミントグリーンのスカートの 裾の部分からちょこっとだけこう見え隠れするような感じでね、コットンレースがあしらわれていて、ピンクのリボンもね、ドロワースの裾についているので、すごく可愛いですね。やっぱりこう、いつもの切りっぱなしの下着よりも、いつも言ってるんですけどね、ドロワースとかついてる方がカボチャパンツですとかね、この間あの、ジュニムニキューティーさん、ハローアゲンジュニムニキューティーさんには、カボチャのね、ショーツがついていたので、今回はこちらのスプリングホープさんは、 ドロワースということでね、やっぱり下着のところにもしっかりこう、デザインとかね、素材感とか、こうしっかり凝ってくれると、やっぱりこう見えない部分なんですけど、やっぱりその見えない部分に手が込んでるからこそ高級感を感じる部分だったりするのでね、すごくこのドロワース期待しておりますね。 で、足元にはホワイトのソックスにブラウンのワンストラップシューズを履いてるということでね、白いショート丈のソックスにブラウンのワンストラップですね。こちらのワンストラップ、 あの、ベリービッキーさんとかね、昔僕が一番初めにお迎えしたブライスさんのベリービッキーさんが履いていたのが同じタイプのワンストラップのね、シューズなので、まあすごく長く使われているブライスのお靴だったりするんですけど、こちらもソックスの生地が厚いとね、なかなかこう履かせにくかったり、ワンストラップの部分がね、切れそうで怖くなったりしてしまう心配があるんですけど、まあ春らしい薄手のソックスがついてくると思うのでね、その辺も心配ないのではない かななんてて思ってますねで今回ですね彼女あのー、お帽子ですねお帽子にカチューシャタイプのリボンだけではなくバスケットですねすごいバスケットがついてるということでボックスタイプのプラスチックでできたライトブラウンのね バスケット、このバスケット、蓋がですね、左右にパカパカ開くタイプで、すごく個人的には好きなタイプで、今までたくさんですね、あの、カントリーサマーさんだったり、あと、どの子でしょうかね。 いろいろたくさんね、ブライスさんについていたボックスタイプのプラスチックのね、しっかりとしたバスケットがついていて、そちらのバスケットにピンクのリボンがあられていて、中にはですね、メッセージカードですね。ブルーの小鳥の絵柄がついているメッセージカードと、あとブーケですね。なんかチューリップ、ピンクのチューリップと紫の小花のようなね、 こう、ブーケがついているので、すごく付属品も多くてね、こう豪華なアクセサリーがついていてね、すごくいいですね、今回のね。ヘッドドレス2種類だけではなく、ブラウンのバスケットに、メッセージカードにブーケね、ちっちゃな花束がついているということで、まあもう本当に至れる尽くせりの、 セットではないいかと思いますねもうアウトフィットも可愛いですし、ヘッドドレスも可愛いですしね、付属のね、アイテムなんかもすごく豪華でいっぱい付いているのでね、もうこれはもう申し分なくお値段がね、24,200円税込みということで、ここまでね、アイテムが付いていたら申し分ないのではないかと思いますね。で、今回アイテムの部分に、 ピンクのですね、いつものドールのスタンドがついているんですけど、そちらのドールのスタンドの支柱の部分にちょっと目がいったんですね。いつも支柱の部分、ゴールドの支柱かシルバーの支柱ですね。まあ、メタルのシルバーの支柱が一番多いんですけど、今回このスプリングホープさんの支柱がなんかピンクのような感じの支柱にお写真が写ってるので、まあ、支柱が何色か載ってないんですけど、 なんかピンクっぽい感じの支柱なのかななんてお写真から見る感じね。もしかしたら光の加減でピンクの支柱に見えてるだけで、実際はゴールドとかシルバーの可能性もあるんですけど、こ全部のね、アイテムが載ってる黄色をバックにしたお写真だと、もう丸々ピンクの支柱に見えるのでね、もしかしたら支柱もピンクなのかななんてちょっと期待して。 実物のねスタンド見てちょっと確認してみたいなと思ってますね次にドールのね本体の方を見てみたいと思うんですけどドールの本体ですねいつものようにラディエンスリニューということでラディエンスリニューねあのこの間出たハローアゲインイさんがラディエンスリニュー21型で4月に出る ザンヤさんも21型ということなので、5月12日に出るこの子ですね、スプリングホープさんももしかしたら21型なのかなーなんて勝手に想像してますね。まぁ16型はアイホールがちょっと大きくなっててね、 あのー、ちょっとやっぱり人気がいまいちで、次に出た19型は可愛いんですけど、やっぱり色々なね、問題があったので、ガチャ目だったり、下目だったり、ちょっとこう、作りが雑だったりね。なので、もしかしたらもう、16型と19型はバッサリ、こう、 なくしてしまって、21型で行かれるのかなまあ、行かれるのかなと思っても、実際ね、タカラトミーさんがネオブライスを発売してくださるのが6月までだということなのでね、7月以降からは新しいグッドスマイルさんになるのでね、グッスマさんになるので、まあ、今回、 ね、出し惜しみしないで、スプリングホープさんも21型のラディエンスリニューの顔型で来てくださるのかなと個人的には思ってますね。で、フェイスカラーがクリーム、スノークリーム、フェア、レギュラー、ラテ、モカ、色白肌ですね。クリーム、色白肌だということなので、まあ、 あのー、フォトジェニックなね、可愛い,い子に仕上がってくるんではないかと思いますね。で、ヘアスタイルが前髪のあるパーマのかかったロングヘアで、ヘアカラーがライトピンクとピンクのミックスカラーですね、ニュアンスのあるピンクを再現しましたと表記されているので、まあ、ちょっとね、ミックスカラーのピンク、最近では あの、ベアさんですね。ベアさんがピンクとちょっとこう紫がかった色のミックスヘアだったり、あとユニコーンメイデンさんも確かピンクのね、ミックスヘアだったので、まあ、ピンクの髪色の子って結構人気があるのでね、ブライスファンの間では。 まあすごくまあ今回もその人気のあるピンクの髪色を持ってきてくださったと思うんですけど、ピンクの髪色ってやっぱりちょっとこう、日に当たったりね、ライトに当たりすぎると、ちょっとこう黄色みがかってくるといいますか、退職して応変してくる。 パターンがあるのでね、うちのユニコーンさんとかね、結構黄色くなりかけてるのでね、ベアさんみたいにこうしっかりとしたピンクだったり、パープルがかってるとそこまで目立たないんですけどね、ユニコーンメイデンさんの髪はなんとなくこう黄色くなってるかななんてちょっとね、退職してるかななんて思うのでね、その辺ちょっとこの今回の スプリングホープさんのこのピンクもちょっと心配だったりするんですよね。時間が経つとなんかこう黄色くなっていくんではないかななんてね。その辺がちょっとピンクのねヘア人気があるんですけど心配する部分だったりしますね。でメイクの方ですね。アイシャドウはブラウン。まぶたがライトブラウンの成型色でまつげがスペシャル仕様のブラウンということでね。このまあブラウンのアイシャドウにブラウンの成型色のまぶたにスペシャル仕様の またね、ブラウンということで、まあ、この間出たハローアゲインジュニミニキューティーさんにちょっと似てる仕様かななんて思いますね。ジュニミニキューティーさんもブラウンのアイシャドウにブラウンのまぶただったのでね、すごく似てますよね。で、チークとリップがピンクということで、この間のですね、ハローアゲインジュニミニキューティーさんのメイクがやっぱりこう、ラディエンスプラスの頃のような、 こうしっかり、こう、お手もやん系のチークになっていたので、ま、あのー、最近ね、チーク薄くていいなと思ってたんですけど、また前に戻ってしまったような感じ、ラディエンスプラスの頃のような幅がこう狭くて、ピンポイントのようなね、濃いお手もやん系のチークだったので、またちょっとこう、ラディエンスの無印の頃のような、ナチュラルな、ほんわりとしたこう幅広で、 薄いチークの子がね、やっぱり個人的には好みだったりするので、またその辺のね、チークに戻ってくれたらいいなぁなんて思いますね。で、リップはいつものように普通のデフォルトのリップなのかなと思いますね。ちょっと上唇がね、薄く見えるんですけど、普通のいつものブライスさんのデフォルトのリップだと思いますね、今回はね。 で、瞳の方ですね。瞳の方が正面がライトブルー、右目がライトピンク、正面がライトブラウンで、最後に左がライトグリーンということで、すべてスペシャル仕様のね。 カラーコンタクトをつけてる今回ブライスさんですね。どの色もすごく薄くて綺麗な感じでね。薄い、薄いピンクの髪色にすごく似合ったカラーコンタクトではないかななんて思いますね。まあ正面がまたまたこうライトブラウンが来るということでね。まあライトブラウンの正面最近多いので、まあ流行りなのかななんてちょっと思ったりもねしてますね。まあどれもスペシャル仕様のカラーコンタクトということでね。まあその辺 から、お値段もちょっとお高めなのかな、なんて思いますね。デフォルトの瞳もいいんですけど、すべてスペシャル仕様の瞳の子ってね、高級感があって、すごくあの、いいと思いますのでね。で、今回ですね、このカラーコンタクト、アイチェンジする部分の、いつもプルリングがついているんですけど、プルリングからチャームになって、そのチャームがですね、いつもこう、プラスチックの板が、 穴が開いていてね、それにプルリングの紐がついてるパターンがあって、スペシャル仕様のチャームだったことが多いんですけど、今回このスプリングホープさんは、うさぎの尻尾をイメージした白いボンボンがついているということでね、そのちらのチャームの部分にね、そのボンボン、すごく可愛いですよね。うさ耳にうさぎの尻尾のようなボンボンがついているということで、ちょうどね、あの、ブライスさんの アイチェンジをするプルリングって紐がね、長くなっていて、ちょうどお尻の部分に来るのでね、そちらをウサギの尻尾に見立てたところ、さすがね、ジュニー・ムーさん、ジュンコ・ママさん、タカラトミーさんのデザイナーチームだなぁなんて思いましたね。すごく可愛いですよね。今までになんかあまりなかったようなこう動物の尻尾に見立てた チャームですかプルリングの部分のチャーム。もしかしたらこれからね、あの、猫が出るんだったら猫の尻尾みたいな感じのね、チャームつけたら可愛いなと思ったり、ワンちゃんだったらね、ワンちゃんの尻尾のような、こう、ファーのついたね、ふさふさのプルリングをつけたり、これからなんかこう、動物モチーフの子が出るたんびに、プルリングのお尻のね、尻尾の部分にこういったチャームをつけてくれたら可愛いんではないかな、なんて思いますね。今までなかったと思うのでね。 なんかこう、猫ちゃんだったらね、こう、シームレスでこう、くねくね曲がるような、こう猫の尻尾のね、プルリングなんかついていたら、チャームなんかついていたら楽しいなと思うのでね、いかがでしょうかね。まあ、それ分お金かかってしまうとは思うんですけどね。なんかでも、ね、やっぱり24,200円ですかかかる、ブライスさん。 なので、ここまで凝ってくれたらね、本当に文句ないですね。ね、本当にこう、盛りだくさん、すべてに手が込んでいて、アウトフィットや付属の小物、ドールですね、髪色、ミックスヘアの髪色だったり、まぶたがね、成型色でスペシャル仕様のまつ毛だったり、カラーコンタクトもすべてスペシャルカラーでね。 本当にもうこんだけ、こう、ぎゅーっとね、デザインを詰め込んで、こう、ブライスの、こう、製造に対する情熱みたいなものを、こう、感じるのでね、こう、買い手としては、ここまで凝ってくださったら、本当にもう、文句なしで、本当にありがとうございますって感じですね。一応まあ、僕、一個前の、あ、4月30日に発売される、ザンニャリメンバーズさん、すごく好みな,な、なんですよ。色黒で、こう、ちょっと濃い子じゃないですか。 でアウトフィットも濃くて、もうなんかこうパキッとした感じの、重い、ずっしりとした感じのブライスさんのイメージだったので、それとは打って変わって、次に発売される今回のスプリングホープさんが、春らしい軽やかなね、まあ初夏といっても過言ではない、半袖のね、ブラウスを着ているので、もう初夏にぴったりのね、本当に春らしい。 あのー、軽、軽やかねね、プライスさんが来てくれて、なんか、対比されてていいですね。こう、ジュニムニキューティーさんは、ジュニームーンさんとのコラボレーションの子でね、こう、軽い感じのお値段も比較的ね、お,とお,お求めやすい、あのー、ロープライスの子で、次のザンヤさんがね、濃い、もうずっしりとした、もう冬の終わりを告げるような感じの子で、で、今回のね、スプリングホープさんはもう本当に軽やかな、 感じの子なのでね、まあ、あのー、ポエムにね、未来は希望に溢れているって感じるのよって書いてある通り、ね、この間飛び込んできたタカラトミーさんが製造販売から、あのー、手を引かれて、今度、グスマさんにね、新しくブライスの販売製造が移られるということで、ちょっとこう、不安をね、感じてた部分も多分ブライスファンの方々いらっしゃると思うんですけど、まあ、あ その不安を、ね、吹き飛ばす感じで今回のスプリングホープさん、ね、すごくいい出来のかわいいブライスさんなので、まあ、未来は明るいんではないかななんて僕たち、ね、ブライスファンはそう思うようにこのスプリングホープさんね、お迎えして、あのー、これから新しい、ね、20周年記念すべき年の20周年にこう一体どんな、ね、スプリングホープさん以降どんなかわいいブライスさんが発売するのか楽しみに待っていたいと思いますね。 で、一応こちらのスプリングホープさんの販売方法なんですけど CWC 限定ということでね、普通のブライスショップさんとかトップショップさんでは発売しないのでまずですね、こちらあのブライス公式さんの方に載っているのはですね、5月13日木曜日、あ5月13日ですね先ほどまで5月12日って言ってたんですけど5月13日の えー、木曜日に発売されるということでですね。まあ、一応、あのー、ブライスの最終のページには5月12日と書いてあるんですけど、販売方法のページには5月13日木曜日とのなってるので、まあ、どちらが正しいのかちょっとわからないんですけど、ブライス公式さんの最終の方には12日と載っていて、販売方法の方にはですね、13日木曜日となっているのでね。一応、大観山と堀江店さんと新宿店さん、 路面店さんの販売方法は、4月11日の日曜日から4月18日の日曜日、約1週間ですね、ネットの方、デジタルチケットサービス、パスマーケットさんの方で申し込みを受けたまわって、抽選の方ですね、受けてくださるということで、路面店での販売は、やっぱりこう流行り病の影響でね、なかなか お店まで行ってね、抽選の方申し込みのことが難しいので、オンラインの方で抽選を受け付けてくださって、結果発表がですね、 ま、結果発表、路面店の結果発表の方が載ってないんですけど、ジュニームさんオンラインショップさんの方も同じくですね、ネットの方で抽選の方を受け付けてくださって、オンラインですね、ジュニームさんのオンラインの方は1日早い4月10日の土曜日から4月13日ですね、ちょっと早,早いんですけど、ね、締め切りがね、3日間ですね、火曜日まで抽選の方を受け付けてくださって、 で、当選ですね、当落の結果が4月の22日の木曜日ということでね、もしかしたらこちらの4月の22日の当選落選の発表は、ジュニームンさんオンラインさんの方と路面店の方、こう合同なのかもしれないですね。路面店の方の 抽選の結果発表の日にちが載っていなかったのでね、もしかしたらそうかもしれないですね。ということなので、皆さんね、もしこちらのスプリングホップさん、興味ある方が、多分僕の動画見てくださる皆さんはね、ほとんどお申し込みなされると思うのでね、くれぐれも申し込み忘れずに、4月の10日から始まりますのでね。 ジュニームーさんオンラインの方は、路面店さんの方は11日からということでね、路面店さんの方をですね、あの、大観山堀江店新宿店さんの方は1週間の受付期間、ジュニームーさんのインターネットのホームページの方ですね、ネットショップの方は3日間火曜日までのなってますのでね、くれぐれも忘れないように抽選の方ね、申し込んでみてください。僕もね、海外からちょっと申し込んでみようと思いますね。当たるかどうかちょっとまだわからないんですけどね、ちょっと頑張って、多分、CW CWC 限定なのでねそんなにあのたくさんお店に卸すわけではないので比較的当たりやすいとは思うんですけどこの間の CWC 限定のハローアゲインジュニミニキューティーさんもねやっぱり落選された方結構いらっしゃったのでまあこの辺気が抜けないんですけどね。 僕を含め、楽編の皆さん、僕の動画を見てくださるリスナーの皆さん、すべての方にね、希望されるすべての方に、スプリングホープさん当たりますように、僕もね、フランスの空の下からお祈りしておりますので、一緒にね、抽選の方申し込みましょう。ということで、今回もね、長々とブラ耳の方お送りさせていただきました、えー。ご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画や開封レビューでお会いいたしましょう。もしよろしければチャンネル登録、何卒どうかよろしくお願いいたします。 ということでね、今週は、ね、グッスマさんに、えー、製造・販売の方がね、移行されるというビッグニュースが入ってきて、金曜日にはね、今回、スプリングホープさんの最終が入ってきたということでね、なんか慌ただしい1週間でしたね、プライスファンにはね。でもまあ、スプリングホープさん、期待していた以上に可愛い子なのでね、 この間のジュニムニキューティーさんが2021年の顔型すごい可愛かったので、まあ、ザンニャさんも絶対可愛いと思いますし、スプリングホップさんもね、絶対もし2021年型だったら可愛い子にね、アイホールもちっちゃくて、目線修正とかね、下目なんかのこう割合も少ないと思うのでね、すごく楽しみにしてますね。